こんにちは、えー。日本から来ました DJ クラッシュです。よろしく。クラッシュさんは最初に音楽を探求し始めたとき、東京のシーンはどんな感じでしたか僕がまだヒップホップを始めた頃は情報もすごい少なくて、はい、情報を手に入れるのはすごく大変で DJ もそんなにいなかったし、<の>うん、ヒップホップをキーワードにすると結構、まあ、少なかった、うんそうですね。初期の頃は、えっ、ー、と、主に誰とアイディアを交換していましたか うん。その、同じ DJ の子たちも少なかったので、はい、あの、この後話するけど、あのー、原宿で、ストリートでやってる頃に知り合った友達なんかと情報交換をしていた。うん。いやその友達は今、あの、うん、DJ とか、その関係の仕事を知ってますかうん。未だにプロとして DJ やってる人もいるし、はい、ラッパーになって売れた子もいるし、うん。まあ、その中の一人が、 ムロくんだったりするわけで。どんなきっかけでクラシックポッセのメンバーと出会いましたか、はい、うん、さっき話したけど、はい、DJ をやっぱり人の前でやりたくて、みんな見てるところでやりたくて、はい、原宿の歩射天国ストリートに出て、DJ をブレイクダンサーたちと一緒にやってて、はい、それよくムロくんが見に来てた、はいうん。何やってんだろうみたいな感じで。ムロくんもすごく音楽が好きだったみたいで,、はい、で、毎週日曜日に来てくれるから、 あの声をかけて「こういうの好きなの?」って声をかけて「はい、じゃあすごい好きです」みたいになって「じゃあなんか一緒にやろうよ」みたいなそれがきっかけで暮らしック・ができていったっていうその時はムロさんとラップしていましたがムロ、うん、は最初はラップじゃなくて DJ だとあ最初は DJ だと、うん、で僕らのクルーはすごく DJ がいっぱいいたから、はい、DJ じゃなくてラップやったらどうだって俺がムロに言ったのあ<ー>で最初のラップの詞とか俺が言ったの なんか書いてあげたりとかしたそうなんだです。<laughs> 知らなかったでしょ知らなかったです。<laughs> モーワークスでの思い出に、なんか忘れがたい経験とかありますかはい。えー、っと、モーワークスツアーで、イギリスを回った時に DJ シャドウも一緒で、えー、っと、どこだっけなブリストルのクラブでショーだったんですけど、はい、もう結構パンパンにお客さん満員で入ってて、はい、で、そのクラブが、 空調のシステム空わかる空気、空気の循環するシステムがすごくわはい、はい、悪くて、はい、こう壁を触るとこう水滴、水で湿気で、うん、で、はい、タウンテーブルも湿気で、もう本当に水滴みたいになって,てスクラッチができなかったっていう。はい、<laughs> 水があるからちょっと感電して、感電してすごいスクラッチできたらいいなみたいな笑い話をシャドウとしてやってたっていう、スクラッチ全然できなかったっていうのが思い出になる。 じゃあ、その時はどうやって解決したんですかもう、スクラッチできないから、スクラッチやらないで、はい、毎回毎回こう拭いて、その時アナログ版だったから、毎回毎回タオルで拭いて、こう、うわそれ大変だった。大変ですね。うんうん、<laughs> で、リミックスもするし。うん,うん、そう。<ー>だからなかなかうまい具合にできなかった。で、レコード版も、パンテにくっついちゃうし、はいはい、フアペールってくっついちゃうし、<laughs> <laughs> 指折れるんじゃないかぐらいな。<laughs> スクラッチできないみたいな。<laughs> わかりましたね。うん、ありがとうございます。フューチャラーさんと、えー、仕事をするのはどんな感じですかあのー、僕がフューチャラーとやろうって言ったわけじゃなくて、はい、モアックスのジェームスラベルが結構フューチャラーとよくやってたので、はい、で、多分ジェームスが、これはクラッシュとシャドウにあの当てたら面白いんじゃないかみたいなアイデアを多分ジェームスがフューチャラーを使ったのかね、うん。フューチャラーさんの あの、アートワークは好きですかもちろん大好きです。あの、すごい、フォーマットをぶっ壊す感じで、僕の音楽とすごく近いものを感じる、うん、すごい素晴らしいアーティストだと思う、はいます。はい。で、協力するのもうまくいってましたかうん、僕は彼のデザインすごい好きだし、はい、彼の、彼の絵に影響すごいされるし、うん。わかりました。その後も結構東京で一緒にショーをやったりとかはし,しました。あ、ショー、どんなショーですかなんか、 お酒のブランドのショーだったりとか、<ー>でフィーチャラーが現場で生で書いて、はい、で僕ら DJ してみたいな。おかりました。うん、アルバムのアートワーク、うん、アーティストはど,、うん、どのように選んでいますかフィーチャラー以降、モアクス以降は結構自分たちでスタッフといろいろ考えながら、はい、アイデアを出していったりしてました。<ー>うん。で、今ちょうど新しいアルバムを作ってて、はい まだ音を作ってる段階なんですけど、次はジャケットどうしようかなみたいな、ちょうど今考えてるところだった。うん。で、まだ決まってない。うん。誰かいい人いますかいや、僕がいいと思う。デザインできるのああ、できる。ああ、本当いや、冗談ですけど。最近、聴いてる新しい音楽はありますかそれか最近は、そうだな。 いろいろ聞いてるんですけど、はい、UK 系のベースミュージック系が結構アンダーグラウンドなベースミュージック系が最近はすごい好きでよくプレイもするしますね。はい、そうですね。はい、聞きましたけど。えっ、ー、と、その中にのおすすめしたいのピースは僕は好きなのは i b ビーラボと、あとジ、ジェ h ェ y s か。シェイズ。s Shays。<S うん。うん、えっと、ラスからの質問で。はい。はい えっと、最初、生徒に来たのは2006年、ね、うん。2006年かな。はい、それも、うん、17年前で、その時と今は、この生徒に対しての印象は何が違いがありますか、ねうん、なんか、ちょっと、もういろんな国も毎年回ってるんで、結構記憶に残すのがすごく難しいんだけど、はい、今回のことを話すと、やっぱしみんな耳がすごく、 超えてるっていうか、わかるかなすごいいし、いろんなものをちょっと受け入れてくれた今回は。うん。はい、そうです。クラッシュさんからの質問はありますね。私たちに。うん、今、生徒のその、音楽シーンは、どういう感じなんですか音楽シーンはですね、極端に。極端に分かれてるはい、分かれてます。メジャーシーンとアンダーグラウンドシーンみたいな感じそうです。アンダーグラウンドシーンに、なんか、エレクトニック、 聞く人たちと、ヒップップを聞く人たちは、まあ、それも全然分かれてて。分かれてるででも、みんなは、あの、いい音楽を、リグしてるんです。昨日、DJ も多くて、今、曲を作ってるコンピューーも、結構多くなってきました。昨日一緒にイベントをやった、あの、二人の DJ の人。 はい。うん。彼らもすごい良かったし。<お>うん、チェックしましたかうん。すごい良かった。えー、はい。ちゃんと見,見てたし。じゃあ最後に、何、何か一言。はい。えー、生徒の皆さん、えー、チャンネルの皆さんか。うん。えー、音楽は国境を軽く超えるんで、あのー、手をつないでいきましょう。音楽だけは。いいありがとうございます。